毎年ここに来させていただいて、少しでもね、恩返しができればと思ってやらせてもらっていることなので、すごくみんなも楽しみにしてくれてたので、本当に良かったなと思います。皆さんすごく温かく迎えてくれますし、僕らも練習やりやすい環境になってきているので、本当にありがたいなと思います。こんな毎日ね、続けることはすごく大事だと思いますし、この交流自体は他の都市ではなかなかできないことなんで、こういう選手になりたいというふうに思ってもらえれば身近に感じる中でもいいと思うんですけど、簡単にはなれるとも思ってほしくないし、そういうのはこういう触れ合いの中でもね、いろんな経験をしながら、成長していってほしいなと思います。僕自身、チャレンジのつもりで来シーズンやりますので、ぜひ日本のファンの皆さんに応援してもらえるように頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。